ようやく目覚ましたか。今日が水曜日じゃなくて命拾いしたな。水曜はこの辺生ゴミの回収日だからよ。傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、まあ、立てんなら問題に。さっさとお家に帰るんだな。母ちゃんとかかみさんとか子供とか誰かは心配してんだろう。こりゃ迷惑はごめんだ。ああそうそう、場所は適当に自分でやってくれ。あの世を。おい、あの男はやっぱ死んだか。死んだだろ。いや生きてるよ。え、なんだよくさ、俺の負けか。悪いけど負け分はつけて頼むよ。わかったよ。しかし釣り糸で縫っただけでよく直せるもんだ。さすが元看護師だな。ああこの男の生命力あっての結果ってとこだ。ああなんてしぶとい野郎だ。お前が死ぬ方にかけて損したぜ。おとなしく死ねっての。ああ なんでその目。じゃあお前が負け分払ってくれんのか。やめろバカモン。それより今日は久しぶりに大漁だ。あんたも一匹食うか。おお裾分けしてくれんのか。でもカセットボンベを切らしててな。一本調達してくれたらそれと魚は交換だ。ああマジかよ。仕方ねえ、ちょっくら探してくるから待っててくれ。あのよ。どうした。そのいろいろ聞きてえことが。とりあえずここはどこだ。偉人町だよ。偉人町。偉人町、伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。知ってるだろ横浜。はあ、横浜。なんで俺が横浜に。そんなの俺は知らねえ。3日前かな、夜中周りが騒ぐしいと思ったら仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよ。ゴミ捨て場に捨てられてたっつってな。死んでるかと思ったんだが気を失ってるだけだった。死にかけちゃいたけどな。で、あんたが手当てを。うん、でも見りゃ分かる通りここじゃろくな手当てはできねえ。助かったのはあんたがしぶといのと弾の当たりどころが良かったことだ。弾は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず背中から抜けてた。軌道がちょっとでもずれてたらあの世行きだったはずだろ。そっか、ありがとね。つまりあんたは命の恩人。勘違いすんじゃねえ。え、ここで死なれちゃ俺らが困るんだよ。困る。殺人事件となりゃ警察が来て目撃者を探すために俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。マスコミもドヤドヤやってきて俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。かもな。かもなじゃねえ、バカかお前。いいか、そもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ。自分で言いたくもねえが
俺らは不法居住者なんだ。そっか。しかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの、迷惑どころか命取りになる奴だっているんだ。わかったか？わかったよ。じゃあとっとと自分の家に帰れ。自分の家。すまねえな、イチ。帰る場所なんてねえんだ、俺には。うん。あの、迷惑はかけねえ。少しの間だけここで休ませてくんねえか。やだね。頼む。ちょっとだけ助けると思って。助ける？まさかお前、俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか。俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいるとその分誰かの食い口が減る。大迷惑なんだよ。さっさと消えろ。分かった。傷もまだ治ってねえし、体力も限界。倒れて当然だ。しょうがねえ。少し休んでけ。ありがてえ。あんた、なんだかんだでいい人なんだね。ここで死なれちゃ困るって言ったろ。それだけだ。そうだったよな。でも、恩に着るぜ。とはいえ、まずどうしたもんかな。どうしたもんかって、何がだ。俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。でもここにいる以上、俺の言うことを聞け。ああ、分かった。お前、名前は？一番。春日一番だ。偽名を使うとは意外と用心深いな。まあ、こういうとこじゃ偽名を使うのは普通だ。でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと。本名なんですが。え、そうなのか。ああ、これは失敬。じゃあ一番でいいな。なあ、で、あんたは？ナンバだ。ナンバ。偽名なんだろ。さて、どっちでしょうか。興味ねえよ。そういうこと。ここではそんなのはどうでもいいんだ。ところでお前、少しくらい金持ってんのか。一文なしだろ。なあ、一銭もねえよ。問題ねえよ。でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教えてやる。なんだよ、いきなり金を稼げって。ここにいたいんだろ。でもそれは俺の一存じゃ決められねえ。村長からの許可がいるんだ。村長？ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ。村長の許可さえもらえば、まあ、お前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。上納金ってことか。そうとも言えるが、ちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。そういう人に許可をもらうには、汗水垂らして金を稼いででもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか？わかった。でもどうやって稼げばいい？教えるって。夜までに少し稼ごう。ついてこい。さて、じゃあ始めるとするか。始めるって何を？稼ぎ方を教えるって言った。よく見とけ。これが俺たちの。稼ぎ方ってこれかよ。かっこ悪いな。かっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ俺たちは。
プライドなんか捨てて地べた這う覚悟がねえと生きていけねえぞ。ん？この感触は500円玉。え？本当か？ああ間違いない。今日はついてるぜ。座れ。なんだくそ、変な希望持たせるんじゃねえ。ったく、ほらこの付近にある自販機一通り回って、うん、あとゴミ箱もな、金になるものが捨てられる。俺は先に戻ってるからよ。この町は危ねえ連中がたくさんいる。じゃあな。どうだった？頑張ったんだな。稼げた分はたったこれだけだ。村長、こいつが話してた男です。で、なんだ？一番と言います。撃たれたんだろう？さ、はい、体これっぽっちですが。てめえが稼いだ金だろう。え、受け取ってもらえないんですか？ここに住む人間にとって重要なのは、はい、自分で働いて律儀に金を持ってくるような親友に。ならありがとうございます、村長の恩義。恩義？ええ、つい最近まで。いや、ふんふん、18年も無所勤めした子分を打つなんて、なかなか根性のある親分だな。辛いか？辛いとかどうとかって、そう、何とも言いようがないって。やるよ。ありがとう。尻尾はちぎってこんな風に先に入れてみな。え？ああ、ああ、しみるな。これぞ偉人潮流ヒレ酒だ。体が治ったら出ていくもよし、住み続けるもよし、好きにしろ。本当にありがとうございます。で、明日からどう暮らすんだお前。自分の食いぶちは自分で何とかしろよ。分かってる。じゃあ朝5時半に出るぞ。とりあえず無難に缶でも。缶拾いのことか。早いもん勝ちの奪い合いだからな。寝坊し、分かった、やる以上はバッチリやるぜ。
おう。ああ。はい。なんだ？へえ。チャリに乗るのも久しぶりだな。そいつはただのチャリじゃないぜ。缶拾い用にか、まあ、チャリに乗るのが久しぶりなんだ。ちなみにそいつは後ろに漕ぐとバックもできるんだ。結構便利なんだぜ。よしよし、大丈夫そうだな。じゃあその辺一周して缶拾ってこい。ここの川沿いは結構空き缶が落ちてるスポットなんだ。まずはまっすぐチャリこいで探してみな。ねえ、わかったよ。の落ちてる落ちてる。あれはなんだ。全力でこぐって気持ちいいな。ただ勢い余って壁に激突しないように気をつけねえとな。の、あそこにも缶があるな。なんだあいつらは。おいおい、あいつらも缶拾うのかよ。缶拾いにもライバルがいんのか。ま、そのくらいの方が張り合いがあっていいな。一周したし、ぼちぼち菅さんのとこに帰るか。チャリには慣れたか。ああ、だが菅は他のやつ、まあ、そんなもんよ。弱肉強食なんだな。アドバイスをするとしたら、他のやつらに狙っ逆に奪い取るか。てなわけで次が本番だぞ。決めた時間1秒でも過ぎたらまともな時間内にこの駐車場の前に戻ってくれば。拾った缶が多いほどバックも大きいが。アウツなのか。じゃあ頑張ってくれ。さて、お掃除の時間だ。缶の山だぜ。ざっとこんなもんよ。これは新記録じゃねえか。よっしゃ、掃除完了だ。お疲れさん。換金するならエコポイント。缶拾いの報酬は直接金。エコポイントは換金することもできるし、随分文化的な。直接金を渡すといろいろポイント制にすること。おお。じゃあ俺のレクチャー代を。せちがらいさ。あとエコポイントは換金するより物と。へいへい。俺んちはここの駐車場だ。わかったぜ。
どうだった？すげえ頑張ったのに、これっぽっちだ。ホームレス家業なんてそんなもんだ。今日は特別に飯をご馳走してやるよ。いいのか？栄養失調で倒れられたら迷惑だからな。米が食いてえのは百も承知だが、今朝はパン屋の廃棄日でな。文句言うんじゃねえぞ。コッペパンか。なんだ、文句言うならやらねえぞ。そうじゃねえ、大好きなんだよこれ。あ、無所の中じゃ毎日くせえ麦飯ばっか食わされててよ。でも週に一回だけ普通のコッペパンが出るんだ。それが楽しみでしょうがなかった。なんで普通のコッペパンだろう。普通ってのがいいんだ。無所は普通の場所じゃねえ。くせ飯を食ってるとそれを嫌ってほど思い知る。俺にとっちゃコッペパンの普通の味ってな、シャバの味だったんだ。シャバの味ね。ほらよ、いただきます。きうめえ。面白いやつだな。おい、集金屋が来たぞ。今月は随分と早いな。今から今月分を回収する。なんだあいつ。集金屋の寝所料って名目でホームレスから金を巻き上げてんだ。はあ、なんで金払わなきゃいけ。そうじゃねえが、俺がここに来る前からそういう決まりになった。そんな金払う必要ねえじゃねえ。俺だって毎回ぶん殴ってやりてえと思ってるさ。村長が噂じゃてえわ。ハンピン・リューマンの。ハンピン・リューマン、偉人町に昔からねじろがある中華マフィアだよ。奴らを敵に回せば何されるかは殺されかねねえからな。何がマフィアだい。よし、恩義を返す。やめろ。村長はここ、村長の考えを無視する気。それはだからおとなしくしてろ。いや、とって。やべえな。一番、あん中に隠れたろ。俺がうまく。なあ。よう、ナンバちゃん。景気のいいホームレスなんて嫌しませんよ。そんな甘ったれたこと言ってっから。社会毎日酒飲んで寝て。だろ、おっしゃる通りっす。ああ、ナンバー、このでけえのお前のか。ちょっと荷物が増えたんすよ。荷物？おい、中身確認しろ。お待てよ、俺にもプライバシーってもんが。てめえみてえなグズにあるわけねえだろ。やめろ、サマンじゃねえ。やっぱこんな奴らに我慢することねえよ。誰だお前。昨日からここでお世話になってるもんで。
そうか。だったらてめえもここの住人ってことだよな。住むからには払うもんきっちり払ってもらうぜ。金はねえ。ま、あったところで払う気もねえ。おい、ナンバー、めんどくせえの連れてきやがって。しかもそれを俺らに黙って関わらんでよ。後でたっぷりお仕置きだぜ。この人は俺の命の恩人で、その手どけろ。はあ、かっこいいね。まあお前みたいに尖った信号は時々いるんだよな。だが負け犬はどこでどんだけ吠えようと、所詮負け犬の遠吠えってやつよ。そういうバカには体で思い知ってもらうしかねえな。止めねでくれよ、ナンバさん。止める？冗談じゃねえ。止めても殺されて川の底に沈められるだけだ。こうなったらこいつら一発でも殴ってから死んでやる。ナンバてめえ、何信号に混ざれてんだ。二人まとめて空き缶一つ拾えねえ体にしてやんぞ、こら。よっしゃ、行くぜ。よっしゃ、負けねえぞ。俺の番だな。とっておきだ。見せてやるよ。俺の番ね。ふぅ、ほら来いよ。行くぞ、ジェリー。よし、行くぞ。とっておきだ。ダメにしてやるよ。おい、来た。とっておき、見てろよ。せい、これで、これで、俺の番だな。とっておきだ。見せてやるよ。来いよ、俺の番ね。とっておき、なめんなよ。見てろよ。よいしょ、行くぞ。よし、行くぞ。とっておきだ。見せてやるよ。よし、とっておき。くそ、やってやるぞ。俺の番だな。とっておきだ。見せてやるよ。よし、行くぞ。とっておきだ。行くぞ。俺の番だな。見せてやるよ。仲直りしようぜ。ああ、そうですか。これで終わっか。よし、行くぞ。とっておきだ。よっしゃ、勝ちだ。よっしゃ。てめえ、俺がハンピンデューマンの人間だって分かってんのか。ここのホームレスから2000円ずつ集めてもよくて10万そこらだ。そんなせこいしのぎに精出すチンピラが生きがってんじゃねえ。本当にいいのか。デューマンを敵に回せば命はねえ。今詫びを入れれば今日のことは忘れてやる。そういうのをさ、負け犬の遠吠えっつうのよ。うるせえ。最後のチャンスで謝るなら今のうちだ。さだから謝らねえっつーの。後悔しても知らねえぞ。よく吠えるな。
じゃあ謝んねえとどうなるんだ。半ピンなんとかってのがやってくんのか。半ピンなんとかそんなに強えのかよ。当たり前だ、横浜最大の中華マフィアだ。おい、てめえらよく分かってんだろうが。はあ。で、その最大の中華マフィアの幹部連中がここまでわざわざ来んのかよ。何？じゃあさっさと帰って幹部に報告しろ。小遣い稼ぎしてたらホームレスに帰り討ちにされましたってよ。でもどうかな。じゃあ俺らが敵取ってきてやる、なんて優しいこと言って出張ってくれんの。おめんとこの幹部はそんなに暇か。暇マフィア。あ、暇マフィアか。ふざけやがって。ふざけじゃいねえ。おめえも組織の人間ならわかんだろ。幹部が下っ端のいざこざくれえでいちいち出張るなんてしねえことくらいよ。こらめ、てめえこれで済むと思うんじゃねえぞ。後できっちり筋通させてもらうからな。うるせえ。だいたいここはリューマの島の外だろうが。マジか。そりゃますますまずいんじゃねえの、ていちゃん。何？俺は横浜のことは詳しかねえけど、縄張りくらいはきっちり決まってんだろ。あんたにとっちゃ軽い気持ちの小遣い稼ぎでも、やってることは立派な島嵐だ。自分とこの縄張り超えた上にホームレスからは返り討ち。組織のメンツも丸つぶれか。どう報告するか。大変だなこれ。貴様ら。なあていちゃんよ、下っ端ってのはきついよな。俺もよくわかんだよ。でも弱いもんいじめはよくねえよ。うっしゃ。今日のところは開けてやる。帰るぞ。そっかい。じゃあ次はなんか食いもん持ってきてくれよ。勝手なことをしてくれたな。いや、でもこれでも奴にビビる必要ないっすよ。次にあいつらに手を出したらすぐに出て行かせる。俺らにとって一番重要なのは明日の寝床なんだ。忘れるなよ。いいな。あんなに怒ることはねえのによ。いや、すまねえ。やっぱ俺勝手なことやっちまったよな。いや、お前の見立ては間違っちゃいねえよ。おかげでずっと溜まってた怒りが発散できたってもんだ。俺だけじゃねえ、見てたみんなもすっきりしたはずだ。礼を言うぜ。そんな礼なんてやめてくれよ。しかしお前は人を怒らせる天才だな。は？わざとじゃねえよ。それに間違いねえ。どうだかね、横浜じゃ中華マフィアが。中華マフィアだけじゃねえ、偉人さん。赤い女。さっきのテイが所属しているのが中華マフィア、そしてこっちがコリアンマフィア、つまり韓国の組織だな。もちろん日本のヤクザもいる。その名も横浜セ。この3つを総称して地元の人間は。じゃあ横浜青龍会ってヤクザ、やっぱり。赤い。青龍会は未だに一本ど。じゃあ偉人町に大見連合は。大見連合どころか、偉人町には東条会さえ入ってきた試しはない。日中間によるこの鉄壁は肉の壁って言われるくらい頑丈。よその勢力は決して入っ。肉の壁か、すげえ例え方だ。連携。この3つはな、昔からバッチバチに。じゃあ明日にでも戦争が、
冷静。何か少しでも摩擦が起これば、なるほど。一番よ。いつ爆発するかもわかんねえ火薬庫に。冗談じゃねえよ。だろ。つまり冷戦状態である限り外部の一触即発だからこそ侵略者を防いできたって、横浜の内部で戦争が起きちまうことだって考えたくもねえな。それこそ核爆発くらいの。でも随分長いこと戦争もしてねえんだよ。意外とその偉人さんの幹部ってのも冷戦。それは違うな。3つのトップはそれぞれが最強を目指し合うことで、むしろ日々組織力を高めて成長を火薬庫のデカさは増すばかり。横浜の裏社会で生きるってのは。なるほど。十分な。でも一番、お前は近江に寝返った親分から撃たれた。そして誰に運ばれてきたかは知らねえが、でもここ横浜は関東で唯一、少なくともここにいれば安全なんだからよ。ああ。でも俺は意地が、さっさと出。分かってるよ。すっ。だ何すんだよ。当分無理だ。無茶すりゃまた倒れるだけだろ。口で言ってくれりゃ分かる。したんだよな。何言ってんだよ。これは一番のもんだ。いや、俺は満札なんて覚えがねえんだけど。ほら見ろ、やっぱ俺のだ。ほら返してやれ。いや久しぶりだな、ゆきちゃん。もう一生会えねえかと思ったぜ。今綺麗にしてやっからな、待ってるよ。なんだこれ。どうした？裏が真っ白。おもちゃの札じゃねえか。いや、ちょっと待て。こいつはおもちゃじゃねえ。表はどう見たってモノコンの万札だ。それに透かしだって入ってる。おもちゃで透かしは入れねえやな。じゃあ裏はねえけど一応本物か。5000円分は使えるとか。アホ。ってことはつまりこれって偽札。偽札。お前どこでこれを手に入れたんだよ。違う、これは俺のじゃねえ。俺が落としたもんだって言ってたのは誰だ。俺が万札なんて持ってるはずねえだろ。持ってれ、とっくに使ってるよ。分かってる、やめろ。二人とも、お前のだろ。お前なんで子供を持ってんだ。こんな厄介なもの持ち込みやがって、いい迷惑だ。あのな、こいつをここに置いとくともっと厄介ごと持ち込むぞ。こいつは追い出すべきだ。だから知らねえっての。偽札なんて全く覚えがねえよ。嘘つき。じゃあこれはどっから出てきたんだよ。待て、確かにこれは一番のポケットに入っていた。だがポケットには撃たれた穴が開いてるんだ。もし一番がもっと前から持ってたとしたら、万札にも銃弾の穴が開いてるはずだ。だがこいつは開いてねえ。撃たれて気を失った後自分で入れるなんてこともありえねえ。つまり撃たれた後誰かが一番のポケットにこいつを入れたんだ。誰が、何のために。わかんねえよそんなの。まあここに運んできたやつなのかな。でもそれが誰なのかもわかんねえんだよな。ああ、そもそもなんで俺がここに運ばれてきたのか、なんでそんな札があんのか、本当にわけがわからねえんだよ。嘘じゃねえよ。とにかく俺たちは
警察が絡むような揉め事はごめんだ。そんなもんさっさと捨てて、もう騒ぎ起こすんじゃねえぞ。騒ぎにしたのは誰だ。村長に報告するぞ。難波さん、そりゃ勘弁して。だよ、分かった、約束する。騒ぎや揉め事には気をつけるから。やっぱ俺はここにいるべきじゃねえよ。だからって他に行くあてもねえだろ。だけどどこへ行ったってここよりはマシな気がするぜ。え？一日足を棒にして働いてこのざまだぜ。そもそも世の中にはよ、これっぽっちよかもらえる仕事っていっぱいあんだろ。あるだろうな。あるだろうなって、じゃあやろうぜ。どのあたり？あのな、みんな聞いてくれ。何する気だ。なあみんな、なんでこんな暮らしして言ってねえって顔だな。あんたたち手先の器用なやつもいるし、料理がうまいやつだって。なのになんで仕事を見つけようとしねえ。めんどくさが。おいおい、トラブルと揉め事から逃げてこんなしょぼいぬるま湯みたいな暮らしを続けんのか。ここで一生終えてえのかよ。俺はごめんだぜ。一緒にハロワに行って仕事にありつこうぜ。どうしても行かれってんなら腕づく。いい加減にしろ。みんなそれなりの理由があってここにいるってのを忘れたのか。なあ、訳ありってことだろ。覚えてるよ。でも多少の訳があったってここに居続けるよりマシだろ。めんどくさがらなきゃ働けるところぐらいあるさ。前科持ちでも大丈夫だって。てめえ勝手に決めんじゃねえ。な、ここには前科者も確かにいるさ。でもほんの数人だ。ほとんどのやつは罪人なんかじゃねえ。騙されて借金の保証人になっちまったやつ。家族のために頑張ったが期待に応えられず、その家族にも逃げられて途方に暮れちまったやつ。みんな心が折れて仕方なくここに流れ着いてきたんだ。お前心が折れちまった人間の気持ちが分かんのか。みんなそりゃそこに帰りてえさ。折れた気持ち引きずったまま帰れやしねえ。そんな奴らを無理やりハローワークに連れ、そんなことしたら一発で居所がバレてまたどこかをさまようわなきゃなんねえんだ。働くのをめんどくさがってるだと。みんなまともな。でもそういう仕事に就きたくても、それがだから遠回りでもここで頑張ってんだよ。すまねえ。てめえの価値観を押し付けんのは。まあでもよ。え？一番の言うように前科も俺だよ。確か難波は元看護師だったよな。んな話はどうでもいいんだよ。よし、思い立った。背中は大層な入れ墨が入ってたじゃねえか。あれは竜か。いや、あれは竜じゃねえ、竜魚だ。竜魚。うん、本当は竜を掘りたかったんだけどよ。え、なんで竜を掘らなかったんだよ。竜ってのはうちらの世界じゃ一流の極道の象徴みたいなもんなんだ。
俺みたいなペーペーが軽々しく背負えるようなもんじゃねえんだよ。そういうもんなのか。まあでも流魚ってのもなかなかかっこいいじゃねえか。だろう？俺も気に入ってんだ。いつかすげえ男になってよ、この流魚を竜以上に輝かせてやりてえって今はそう思ってんだ。いい心意気じゃねえか。ならそのためにはひとまず職くらい見つけねえとな。だよな、すまねえな流魚ちゃん。結構来てんな。一番、お前何歳だ？42歳だ。ナンバは？確か41かな。どっちも望みは薄いな。歳なんて関係ねえ。仕事ってのは熱意だ、熱意。だろ？熱意ね。やる気はあるつってんだろ！まだまだ若いやつには負けねえよ。松尾さん、あなたお酒臭いですよ。そういった方は斡旋しかねますんで。まずお酒。バカ野郎。次の方。はい、よろしくお願い。現住所が空欄ですが。今住むところがなくて。もうご実家の住所を変えといてください。え、なんだ。ああ、いわゆる路上生活と。なんすかこれ。健康診断や技能講習を受けられますんで。いや、俺が紹介してほしいのはこういう現状では斡旋しかねます。お願いしますよ。無理なものは無理です。はい、ちょっと待ってくれよ。もおい、どうだ。いや、ね、だよな、俺も門前払いだ。まったくその通りよ。どうだい、お前と一緒に住んじゃねえ。ハモレスの部こんなんだったら魚でも釣りに行ってる方がマジだった。腐るなよ、他に方法がある。あんたたち仕事。ああ、だけどホームレスにはそれは難儀だね。そりゃ参ってるさ。でも見たところあんたたち根は悪い人間じゃ。お世辞婚やちょっとしたバイトをし、あ、と言っても雇い主は私じゃ。桜川の向こうにスナック街があるんだが、ママさんが今夜一晩だけバイトを探してるらしい。スナック。さあね、詳しくは知らんが。5000円はありがてえ。行ってみるか。ああ、ちょっとこんなところで。うん、何のことだ。見てましたからね、規則違反で。まあまあ、基礎これくらいは許され。いっつも勝手。ちょっとこっち手伝って。なめんなよ。やめ
やるぞ。行くぞ。見せてやるよ。こっちで起きな。一つ上の男。あ、いいな。いただきます。ごちそうさま。ごちそうさん。ありがとうね。調子いいぜ。ハロー。え、私が頼んでおいたの。ハロアの神戸に用心棒よこせって。ちょっと浜子さん、勝手なことしないでよ。5000円で命張ってくれるなら安いもんさ。ちょっと待ってくれ。用心棒、命張るって。一から説明してやるよ。川沿いに店が並んでるだろう。この辺りの店はもう何時。泥棒。泥棒って言っても盗むのは金じゃないよ、やつら。ああ、あの電線を見てみな。この電線はずっと昔に奴らが勝手に張ったものさ。奴らって誰だ。あれってコミジュルじゃねえか。コミジュル、なんだそれ。お話だろ、偉人さんの一つ。韓国コミジュルって名前。いや、連中コミジュルってのは。じゃあそれがそのまま。そういうこと。ここいらのスナックはずっとコミ、その電気代だけで
1店舗あたりもちろんコミジュルは払ってくんないから2000。犯人がコミジュルって分かってとりあえず泥棒だからまず警察。それができりゃ誰も苦労しねえだろう。な、え、なんでだよ、窃盗だぜ。警察は取り合わねえよ。コミジュル、やべえこと、生きて帰ることは大げさじゃねえ。コミジュルに近づく人間はヤクザ、マフィア、警察、墓場みたいなところだぞ。南波さんは知り合いいねえよ。そっか、じゃあコミジル、あそこから一コミジルの、なるまで、ばあさん、そんな簡単に。そうだよな、ここら一バカよね。だよね。え、おい、なん、すみません、私も止めたんです。まあまあね、そんなことしたらどんな仕返しをされるかわかんないって泣いて止めるんだけどさ、今までも私も年のせいにすんじゃねえ。どうするつもりなんだ。そこんとこはあんた方に頼みたいわけさ。そんでやったのは昨日。今日ママが出勤したらこんなもんが店に放り込まれててな。今夜中に復旧しろ。電線を直せってことか。もし直さなかったらどうなる。そうね、相手は姿も見て、連中の言ってることが脅しじゃなけりゃ来るかもしんないねって。絶対来るさ。あのな、ばあさんが自分の大事な店を続けたい気持ちはわからんでもないけどさ、さすがに無茶すぎ。自分の店？私はここの常連客だよ。ママのことを思って用心棒を手配したってわけさ。はあ？どこまで勝手なババアだ。とにかく冗談じゃねえ。俺はコミジルと関わり合うのなんて絶対にごめんだぜ。絶対にだ。そうかい、嫌ならお帰り。腰の抜けたボディーガードに払う金はないよ。ああそうかい、こっちから願い下げだ。おい、帰るぞ。すみませんでした、本当にお騒がせしました。あんたこれからどうするつもりだ。電線をまた引き直して、それでも揉めたら誰かにお金を借りて示談なりなんなり。そんなのやめときな。あたしゃ納得いかないよ。うるせえババア、そもそもてめえのせいだろ。ばあさんの言う通りだ、納得いかねえな。は？泥棒された上その泥棒にまた金払うなんてありえねえ。バイト代は5000円だったな。ああ、それがママの出せる限界でね。でも構わねえ、俺やるぜ。マジかよ、ちょっと待てよ。仕事を選べる立場じゃねえんだ。人助けして金までもらえるなら願ったりかなったりさ。いいこと言うじゃないか。あんたはちょっと違うと思ったよ、誰かさんと違って。このバーバー、本当にいいんですか。ねえ、男に二言はねえ。俺たちで引き受けるぜ。ちょいまし、俺たち、俺も入ってんのか。ま、やる気のねえやつはお荷物だ。嫌ならお帰り。分かったよ、もうやるよ。やらいいんだろうか。よし、話は決まったね。心強い用心棒が2人もいるんだ。営業開始といこうじゃないか、ママ。しかし、不気味なビルだな。こんなに電線引っ張って。奴ら一体何に使ってんだ。俺が知るはずねえだろ。飲みすぎだぜ。あ、そう言うなよ、死ぬと決まったわけじゃねえ。でもよ、おかしいと思わねえか。コミジュルってのはあの建物の中に何十年もそうだ。客のいるスナックにわざわざ乗り込んでくると。じゃあこのメッセージは。俺はそう睨んでるぜ。それはコミジュルもこんなもん投げ入れられたら
普通はビビってすだから石黒を投げて脅して送電戻すの待ってるんだ。もし確認しに来て、そりゃお前、俺たちはずっと戻す。今はそれで済んでもいつか乗り込んだからよ。一番もう石黒です。もうこれは脅しだけだっつ聞こえてるよ。たく地獄耳なばあさんだぜ。ん、どうした。いや、あれ誰もいねえじゃねえか。いや、さっき人影が。ああ、なんてポップコーンかよ。ビビらせやがって。いらっしゃいませ。お客さん、うちは初めてでしたっけ。まあな。あの男、ハローワークにいたやつだ。本当だ、あの野郎。無職のくせに飲み屋なんか来やがって。ん、な、うわら、やめろ。コミジュルなのか。おい、待て。邪魔す。なんであんな雇われたんだ。お前を雇ったろ。知らねえ。公園で飲んでたらこいつをぶっ壊せば100万。邪魔するってならてめえらも容赦しねえぞ。ピンチってことか。まだ終わらねえぞ。よっしゃ、行く。よっしゃ、行こう。さあ、どう。おっしゃ、とどめだ。おら。お前、名前なんだっけ。あのな、お前店を襲っただけで。おもちゃ悪いか。お前を雇ったのはあのビルにいる韓国マフィアだ。まあ身に覚えがあるっていうか。でもあいつらはな、公園で酒飲んでる無職男に100万もくれてやるほどお人よしじゃねえ。そうかよ。お前に声かけてきたのはどんなやつだった。顔は見たんだろ。さあな、覚えてねえよ。てめえ、ちゃんと答えろ。やめろ、ナンバー。聞きたきゃ、あのアマに聞け。アマ？お、待て！おい、一番！おうな！やめとけ、一番！あそこに入ったやつは生き、あいつ笑ってやがった。あの野郎、コミジュルに雇われたんじゃなくて。ああ、やつがコミだよ。あいつアマって言ってたぞ。そんなの知らねえよ。一番、見ろ。逃げろ。どうすんだよ、殺されちまうよ。くそ、よし、一か八かだ。何してんだよ。あんたらが雇ったやつだ。あんたらのお仲間かは知らねえけど、もうそっちに帰ったんだ。
俺らも返しちゃくんねえか。ここで俺たち殺しても死体の始末ってのも大変だろ。やめとけって。あとそれとよ、スナックの電線の件だ。あんたらどっちみちあの店が潰れりゃ電気だって取れねえだ。お前の方こそやめて。あんたらも気合の入った組織なんだってね。だったらチンケな東電なんて似合わねえ。もう知らねえ。気が済んだか。え、嘘。ありがとうよ、そう来なくちゃ。おい、帰ろうぜ。マジかよ。ありがとうございます。待った。え、はい。ねえ、なあ。違うって。へえ、わかった。おう。
ちゃう。今日万全だぜ。基盤か青空将棋ってやつかな。時間がある時にでも手合わせ願おうかね。来たかい。おはようございます。大きな、今日はもう店じまいだよ。おーい、上のみんなも一旦出てっておくれ。なんなのよ、こんな時間に。もう少し寝かせてよ、浜子さん。今から掃除が入るよ。みんな夕方まで出かけてな。昨日、あんた何人？5人も相手してクタクタよ。小料理屋ってこういうことか。まかないはなさそうだな。仕切りすぎて埃も出ねえよ。お一番、このティッシュ拾ってくれよ。てめえでやれよ、仕事だろ。仕事でも触りたくねえもんは触りたくねえんだよ。わがまま言ってると一生ホームレスのままだぞ。俺は潔癖症のホームレスなんだ。アホか。違法風俗反対。人事庁から撤退せよ。川沿いの飲食店経営者に注。こちらはブリーチジャパン、横浜地区リーダー久米である。ブリーチジャパン、新庁から撤退せよ。川沿いの飲食店経営者に注。こちらはブリーチジャパン。なんだあれ、知らないのか。ブリーチジャパンだよ。違法風俗反対。新庁から撤退せよ。ブリーチジャパン、いわゆる NPO ってやつだ。
もう14、5年前か。全てのグレーゾーンを知り、世の中には白黒つけがたいグレーな領域がある。厳密には法に触れてるが、昔からの習慣、そこが犯罪の温床になっているって主張してグレーゾーンに切り込んだのがやつ、ブリーチってのは。グレーゾーンを、うん、横浜だけじゃなく全国に支部がある。青木亮、今の東京、それって町の浄化作戦をやったっていう。うん、僕、青木亮は時代の寵児になってテレビや雑誌に引っ張りだこ。今じゃ東京都政界に進出するタイミングでブリーチジャパンの代表は降りたが、だからあんなに若者が集まるの。もしかしてあいつら。こちらの店舗は飲食店として、しかし2階に上がった客は、中井の女性が運んでくるのはお茶だけなのでは。客の男は、それはいかがわしい近所に住む人間なら誰だって知って、れっきとした犯罪行為が何十年にも。しかし働かされる女性の多くは犯罪に加担する哀れな女性をなくすため。邪魔しんだよガキンチョどもが。ここの女たちは頑張って働いてるだけさ。頑張っていれば犯罪も。お前らみたいな鬼さんにどうこう言われる筋合いないんだよ。だったらなぜ飲酒、やましい気持ちがあるから。守る者のためには仕方ねえ時もあんだ。守る者とは何ですか。借金。バカ野郎、お前ら体張る女たちを、病気の親を面倒見る娘もいりゃ、おさん、みんなここが最後。聞きましたか皆さん、犯罪でその子が将来親の仕事を知ったらどう。職業なんて関係ねえ。どんな親を持って。じゃあ連れてきてくださいよ、風俗嬢を親に持って。いちいち上げ足取るんじゃねえ。ほら、いないでしょ風俗。ここにいるぜ。どん、2階のゴミ箱に入ってた。ばらまいてやっから受け取んな。ちょ、それってもしかして。そらよ。ああ、なかなかやる。はい、では。おう。
おい、待った。おい。そうか。強くなった気がするぜ。また強くなっちまったか。クソ、親父のくせに。すげに磨き。その元気がありゃ。しかし、ぶりひでえな。あのれたい。さてな。悪いね。どういたしまして。また掃除が必要な時は。ちょっと待ちな。あんたたちホームレスなんだろ。ああ。
ここに住まないかい？二階の一部屋を貸してやるよ。え？え？本当にいいのか？それは助かるぜ。でも一部屋潰す余裕なんてあんのか？女の子の仕事が減って金に困るんじゃ。別に私はお人よしで貸そうってんじゃないんだよ。あんたたちに部屋を貸すと居住権ってもんが発生する。それが私の狙いってことよ。狙いって居住権ってのが俺らにあるとどうなるんだい？頭悪いね。あんたらはここに住む権利があるって法律的に主張できるのさ。わからねえな。そうだよ、ここは単なる店舗だからね。そっか。それにここの土地と建物、ブリッジジャパンの連中がこあたしらを立ち退かせようとする。確かにやりかねない。でも居住権ってのはそれさえありゃ土地と建物を所有してたって住んでる人間を簡単に追い出すことはできなくなるのさ。なるほどね。俺たちが、いや本当に住ませてくれるのか。ま、店の子たちだと国籍がないから賃貸系。仕方なしさ。スナックの池を見込んでこっちからの種。分かった、住み込みのガードマン。その代わり途中で出ブリーチジャパンが偉人町から去るまではきっ。分かってるよ。よっしゃー。お見ろ、一番、天井があるぞ。天井が。おお、これが俺たちの城だ。立派なもんだぜ。最高だぜ。布団もふかふか。いや、やっぱしけてんな。それくらいなんだよ。俺は潔癖なんだよ。その布団の匂いにはこの店の歴史と年季が詰まってんだよ。しかし、ホームレスから脱出できるなんて思ってもみなかったな。ありがとうな、一番。バカ、礼を言うのは俺の方じゃねえか。難波がいなかったら俺は死んでたんだぜ。なあ、難波って看護師だったんだろ？まあな。なんで辞めちまったんだ？病院の薬をくすねて闇で売ってたんだ。結構いい金になってよ。そのうち海外の医薬品まで仕入れるようになってな。手を広げすぎたらあっという間にバレちまった。まあ、おかげで看護師免許は剥奪されちまった。だよそれ。またバカなことやっちまったな。うん、後悔してるよ。でもここからやり直しはいいじゃねえか。看護師は無理でもまた新しい目標だってできるだろう。簡単に言うなよ。そういう一番はなんか目標があんのか？え、いや、わかんねえ。ずっと追いかけてきた背中が目の前から消えちまったんだ。俺はその背中しか見てこなかったから。他のことなんて。組長さんのことか？なあ。まあお前なら何だってできるだろう。簡単に言うなよ。もう40超えてんだぜ。お前さっき俺にはずいぶん簡単に言ってくれたくせによ。だったな、悪い。目標か。一番よ、お前子供の頃何になりたかった？え？あなんだっけな。もったいぶるなよ。照れてんのか？ガキの頃俺は勇者になりたかったな。あ？勇者？どういうこと？ドラクエに出てくんだろ？
あの勇者だよ。それゲームのキャラだろ。ありえねえよ。悪いかよ。いや、まあそんなの自由だろ。なりたいもんになりてえって、そんな夢見るくらいは自由だろ。だよな、一番。なんだよ。なりゃいいじゃねえかよ、勇者。うん、なるべきだ。やめてくれよ、それガキの頃に思ってただけで。でも今目標はねえんだろ。じゃあ残ってる目標はそれしかねえじゃねえか。酔っ払ったのか。大体そんなの職業でもねえし。そりゃ職業じゃねえよ。でも勇者ってのはスライム倒していつか成り上がってなるもんだろ。生き様だろ。成り上がる生き様か。そうさ、お前なら今からだって成り上がれるぜ。40過ぎて成り上がりか。悪くねえな、成り上がりって生き様。一丁ドーンとかましてみっか。おお、その意気だ一番。俺たちの輝かしい未来に乾杯だ。うん、未来の勇者にな。乾杯。めっしゃこれ、今度はあの店必ずぶっ潰すから。失敗して悪かった。彼だってもういらねえから、もう一回チャンスを。あの邪魔した二人は俺が必ず始末する。あのままじゃあんたらも困るだろう。네가걱정할필요는없어。가게에는전화해뒀다。나머지는우리가알아서처리하지。나니나한테있단다。お前のようなクズを雇ったのが間違いだった。죽어라。